はいどうも、佐島ひかりです。ということで、今回は Amazon で購入したものの紹介ですね。はい、こちら、まあ、一回購入品紹介で出してはいるんだけど、はい、デジカメハイテクポーチです。これね、YouTube で、ちょっと紹介する動画が何本かあって、あ、面白いなと思って買いました。まあ、値段はね、640円で書いてるんだけど、Amazon ではもうちょっと安かった気がします。まあ、古い商品なんだよ。見ればわかるけど、ほら。このデジカメね、これもうハードオフのジャンクで324円で売ってるようなカメラがもう描かれてますね。はい。これ何かっていうとね、何が入っていくかっていうと、普通のデジカメ入れるポーチなんだけど、ミニポーチみたいなね。なんだけど、まあメガネケースの、メガネケースじゃない、メガネ拭きの素材でできてるっていう。まあそれだけ。まあこれね、クリーニングクロスで作ったポーチ、傷を防いで汚れを落とす万能ポーチだって、まあ。これね、いいと思うよ。普通にメガネクロス、クリーニングクロスでさ、ないと嫌じゃん。カメラのさ、レンズとかがたまに指紋ついちゃったりしてさ、結構困るんで、メガネケース持ってないと、なんか、メガネ、拭くときとかも結構困るんだよね、これね、ないと。だからね、シャツの裾とかも、ね、クリーニングクロスにしてほしい。わかる？シャツの裾ね。をクリーニングクロスにすればさ、シャツで拭けんじゃん。みたいな感じで、いろんなところにこのね、クリーニングクロスはもっとね、広まるべきだと思う。このクリーニングクロスって優秀だもん。あ、意外と、こんな感じなんだ。まあ、大きくもなくてちっちゃくもない。ちょうどいいんじゃないかな。こんな感じ。全部クリーニングクロスだね。本当に。まあ、クリーニングクロスってなんか言いづらいから、メガネ拭きだね。で、ここキュッとしてもらう。あ、これ、ちょっとサイズが小さいな。いや、僕のメインカメラはやっぱり、まあメインカメラはこのエクシリムもメインだけど、まあ、一応ね、NX5R があるわけじゃん。これが入ればいいんだけど、まあね、これ用のポーチはまた別に買ったんだけど、これは入らなそうなんだよね。俺、やっぱ、入んないわ。NX5R は入らない。あ、入るわ。嘘、入る。あ、入るわ。あ、ぴったりだわ。これさ、NX5R のために作った革のごとくぴったり。これでさ、ちょっとこうやってやればさ、綺麗になるってことでしょ。でもちょっとぴったりすぎるかな、NX5R には。あ、でも、ちょうどいいかもしんないな、これぐらいでも。むしろ。こうやってさ、なんか、あー、この、レンズ汚れちゃったーっていう時あるじゃん、たまに。指紋ついちゃった。その時こうやって拭けばいいんだ。これが大事なの。もう、ハンカチとかティッシュじゃできないじゃん、こんなの。これ。キュッとね、はい。まあ、本当のメインは液晶なんだろうけど、液晶はまあ、その汚れてもそんな問題ないけどね。まあ、ちょっとさ、なんか、例えばこれにスマホ入れてたりさ、まあ、このデジカメ入れてた時もそうだけど、液晶がさ、指紋とか手汗でベタベタになってる時にさ、女の子にさ、何そのカメラ見せてとか言われた場合ね、やべえってなるじゃん。その瞬間にこれに入れてれば、速攻でツツツって拭いて、はいって見せれる。そうすれば、光れずに済むみたいな。ほらね、ピカピカ。ピカピカーピカピカー何今のまあいいや。そうそう。だから、まあ、モテアイテムかな。ちょっとね、色がダサいね。色ね、これだけだったっけな。もうちょっと色の種類あったっけな。いや、多分これしかなかったな。液晶画面、レンズ、デジカメ本体を拭けるということだね。ダブル効果。何これ。ほぼ&クリーニング。ほぼはね、多分このまんま入れて、カバンに入れてなんか他のさ、なんか結構硬いものとかにぶつかったら多分ダメだと思うんだよね。だから、カメラバッグに、の仕切りの中に入れるんだったらいいんじゃない？でも、いるかな？まあ、ちょっと使い道はこれから徐々に考えていくわ。拭けるのは便利。俺結構メガネさ、していくときあるんだけどさ、このメガネケースを持っていかないことが結構多いわけ。特にちょっと写真撮り行くとか、そんぐらいだったりさ、結構持っていかないわけ。長距離じゃないと。この中にさ、このメガネクロスが入ってるわけじゃん。このメガネケースの中に。ってことはさ、これ持っていかないとメガネクロスがなくなっちゃうわけよ。そういう時に普段入れてるものが、このメガネクロスだったら、めちゃめちゃ、なんか便利じゃない？結構これ必要な時多くてさ、スマホの画面も拭けんじゃん。結構ね、これいいなと思って、YouTube で紹介されてて、おじさん系 YouTuber がやっぱ紹介してて、あ、いいなと思って普通に買ったんだけど、Amazon から速攻届いたしね。まあ、ちょっと気になった人は値段だけでも調べてみて、Amazon で。
リンクは貼らないと思うけど、あのデジカメハイテクポーズで検索すれば一発で出てくるから、多分っていうか、うん、サマーサプライのやつでしょこれ、うん、かなり古いやつだけど未だに売れてんじゃないかな、やっぱ Amazon で出てるってことは。ちなみにこれサイズ M ですね。 M が、NX5R がぴったりぐらいのサイズでした。うん、 NX5R ダサくなったでしょ俺の、ほらこんなんつけちゃってるからまあこんな感じです。ということで今回はね、このデジカメハイテクポーチ紹介しました。バイバイ。あ、これね、別にこれあれですね、これは提供じゃないです、はい。Please subscribe.